ザガーデンオリエンタル大阪急大阪市公館は大阪市宮古島久保島町に所在する建築物。ケマ桜の宮公園の南端に近い旧淀川砂岩根ア川との合流地点付近に位置する。もともとは迎賓館として利用され、何は迎賓館とも呼ばれていたが、2014年11月以降は株式会社プランドゥシーに対応し、 レストランブライダル施設ザガーデンオリエンタル大阪として営業している大阪市交換本館は1959年秋に第5回日米市長及び商工会議所回答会,会議が大阪で開催されるのを機に迎賓館大阪市長交換として竹越建造の設計で建造された2階は市長執務室応接室など建設当初敷地は 本館周辺と芝生の庭園がある東帝のみだったが、後に日本万国博覧会が開催された1970年に西側に拡張されて西庭が整備される。東帝の茶室に推定の両側には小川が流れているが、茶室のある場所を市役所のある中野島、両側の小川を道島側と土佐堀川、そして小川が注ぐ池を大阪湾と見立てた趣向となっている。 に推定という名はそれに由来し、当時の中井光次市長が命名した。もともと、ここには、実業家、藤田殿三郎男爵の広大な屋敷、阿見島御殿があったが、殿三郎の死後、土地や建物は子息たちに分割された。そのうちの西帝を含む南部は、殿三郎の三男である彦三郎に譲られたが、1943年には、大阪市の所有となり、西帝は、 私立実業会館として使用されることとなった。しかし、1945年6月7日の第3回大阪大空襲によって全焼し、それ以後一帯は放置されていた。大阪市長公館は2007年4月に大阪市公館へと名称が変わり、さらに橋本徹市長の就任後、自治体の外交戦略は大阪府が中心に担うべきだとする方針のもと、 2014年3月末で閉館した。そして大阪市は土地、建物を民間業者に対応し、上手に活用してもらおうと公募を行った結果、株式会社プランドゥシーのプロデュースにより、同年11月にレストラン、会議、宴会や結婚式場を伴うレストランブライダル施設、ザガーデンオリエンタル、大阪として新たに活用されることとなった。 ザガーデンオリエンタル大阪は大阪市宮古島区にある結婚式、レストラン、会議、宴会ともなう施設。運営は株式会社プランドゥーシーが行っている。 ザガーデンオリエンタル大阪 https コロンスラッシュスラッシュ w w w g a r d n o r i n t, l. Com t, t com l a l c o m スラッシュプランズ Chttps コロンスラッシュスラッシュ p l a n t o s e e c o j p スラッシュありがとうございます。